宜野湾ジュイシージータイム。こんにちは、宜野湾ジュイシージータイムのお時間です。この番組は、宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。本日のお相手は、相談支援係ヨギーと、今日は実習生の方がですね来ていただいておりますので自己紹介お願いします。ソーシャル専門学校3年中本美智子と申します。よろしくお願いします。はい、沖縄大学4年の山城健人と申します。よろしくお願いします。はい、今日は以上3名でお送りします。宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りいたします。皆様最後までお付き合いください。私たち宜野湾市社会福祉協議会通称宜野湾社協では、中ECGの人と人とがつながる優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っております。さあ、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスが797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 さらにですね、FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャス、そしてサイマル放送でネット配信も行っております。サイマル放送はですね、まずはお手持ちのスマホで聞くことができます。アプリリスラジオをダウンロードしていただいたらいつでもどこでもこのラジオ、音楽とともにお楽しみいただけますので、皆さんぜひダウンロードしてお楽しみください。また、番組にお気軽に参加してください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、実習生のお二人来ていただいておりますので、はいはい、実習の感想と、うん、あと社協の告知がいくつかありますので、ヨギさんの感想とかね、私の感想も、ヨギさんはどういう上司でしたかっていう関わりはそんなに多くなかったそうなんだあら、残念ですね。去年だったらちょっと危ない上司だったかもしれない。そうなんです。危ない上司危ない上司、はい、だったと思うんですけど、うん、まあまあ、聞いてみたいと思います。そうですね、はい、でそれでは、幸せをつなぐ宜野湾中7時タイム始まります。誰についてるというか、誰のあれ、マイさんが担当なんですよ。ああ、そうなんだ。去年まで私だったんですけど、うん、移動したじゃないですか。うんうん、ということで、マイさんが今、地域がもう実習担当という形で。へぇ、マイさんも大変だ。そうなんですよ。うん、ですよね、マイさんが絡んでそうですね。うん、去年だと私だったんです。前、学生、帰国の子と一緒に来てたんですけど、前さん。ああ。どっちが学生かわからん。まあ、見た感じはね。なんて言っていいのかな、前さん。そしたら。9月12日、水曜日、宜野湾中ECGタイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。はい、さてこの時間ふくふくトークということで、はい、宜野湾市の福祉や地域活動についてお伝えする時間となっておりますが、はいはい、本日は告知がですね、うん、告知がいっぱいいっぱい、はい、あるということで、はい、まず告知からしていきたいなと。そうですね、はい、まずはですね、チャリティーボーリング福祉バスへストライク、はい、ということで、はい、山田さんにもご協力いただいております、はいはいはい、チャリティーボーリングですが、うん、9月いっぱいまでということになっておりまして、はい、
場所がギノワンボールトが、レーントゥーセントラル町なとボールでですね、うん、参加費1500円で、はい、行っております。2ゲームですね。2ゲームですね、うん、はい、チャリティーボーリングですので、皆様からいただいた資金がですね、バス、福祉バスに、はい、変わるということで、うん、もう15年以上乗っているということなので、そろそろ雨漏りもする、雨漏りもすると、はい、修繕はしたみたいなんですが、はい、もうそろそろ危ないなというところ、別の穴かなっていう、はい、なので新しく、うん、そうですよね、はい、新車の方を購入していきたいということで、はい、皆様からの、寄付をですね募りながら、はい、まあ、楽しくボーリングをしながらですね、私たちの寄付をお願いできたらなということで考えております。はい、はい、今月末9月30日までとなっておりますので、はい、ぜひぜひご協力の方ですねよろしくお願いしたいなというふうに思っております。はい、さて、続きまして、うん、町でにっこり挨拶声かけ運動ですね、通称町に行こうということで、はい、黄色いバッジ皆さんご存知だと思うんですが、はい、毎月25日は町に行こうデーということで、うん、挨拶をしていきましょうということでこれまで行っていたんですが、はい、今月は挨拶月間ということでですね、うん、皆さん顔をすると挨拶をというところで推進していこうということで、この9月は推進月間となっておりますので、ぜひ挨拶を交わしながら地域の方々と この交流であったりだとか顔見知りになるというところですね。やはり今、まあ、人間関係の希薄化とかですね、地域の顔を知らないというところも結構言われておりますので、挨拶を交わしながらですね、そういう知るという機会も増やしていただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひ笑顔で挨拶、これバッジをつけてた方があれですもんね、しやすいというか、しやすいですね、はい、見たらすぐ分かるのでですね、そうなんですよ、急にやっぱり知らないおじさんが挨拶するとちょっとね怖い部分があるんですよね。山田さん、私たち僕も一緒ですね、一緒ですよね、はい、だからちゃんとこうバッジをつけてね、そうですね、こんにちはって朗らかに、はい、おはようございますとかってやった方がいいですね。はい、はい、そういったところでぜひぜひ皆さん、うん、そうですよね、皆さんね、ぜひこれもご協力していただいて、そうですね、はい、挨拶でだいぶ変わりますからね、うん、変わります、すごく大事だと思います。大事です、皆さん挨拶をしましょう、はい、ということで、うん、2つ目の告知終わりましたね、はい、今日4つ告知あるんですよ。お、はい、3つ目いきます。はい、はい、赤い羽共同募金の運動の紹介ということです、うん、はい、毎年10月1日から12月31日まで、うん、全国ですね、津々浦々赤い羽共同募金の方をですね、はい、皆様の方にご協力の方をお願いしております、うん、皆様からいただいた募金は地域の福祉活動ですね、はい、沖縄であれば沖縄の福祉活動にですね、うん、役立てられますので、うんうん、ぜひぜひご協力お願いします、はい、で10月1日はまた出発式ということでですね、まあ、各市町村、いろいろですね、はいはいはい、試行錯誤取り組みを行いながらですね、うん、出発式の方を行っております、うんうん、宜野湾市の方でも宜野湾市役所の玄関前の方でですね、はいはいはい、今年も行うということで担当の よりお話もお伺いしておりますので、ぜひ見かけましたら、うん、募金の方もですねご協力お願いできたらなというふうに思っております。はい、去年は羽衣お祭りで出発式でしたよね。そうです ね、うん、今年はどうしても日程の都合も羽衣祭りがないないっていうところもありまして本来は一緒に予定はしたんですけどね、うんうんうん、だけど、まあ、10月1日というところですので、3ヶ月間行われますので、はい、ぜひご協力の方もですね、そうですね、お願いしたいなと。で、まあ、一部少し紹介したいんですが、はい、皆様からいただいたこの寄付に関してはですね、うんうん、高齢者のお宅の方への、まあ、訪問活動の事業であったりだとか、はいはいはい、地域の子どもたちが遊べる場所として子育てサロン、うん、市内7カ所設置しておりますので、はい、そういった活動であったりだとか、であとは、まあ災害が起きた時にですね、うんうん、社協ってそういうボランティアを受け入れる場所になっておりますので、はいはいはい、そういった部分での活動の資金にも一部充てられたりしますので、はいはいはい、広域的かつ、うん、まあ、私たち宜野湾市のためにですね、うんうんうん、使うお金となっておりますので、ぜひぜひご協力の方ですね、はい、していただければなというふうに思っております。はい、はい、4つ目、あと子育てサロンの方ですね、はいはいはい、少し具体的にご紹介していきたいなというふうに思っております。はい、9月の子育てサロンなんですが、うん、まず1か所目、上尾じゃな公民館で開催されているスマイルですね、はいはいはい、
9月7日金曜日、午前10時から11時半までですね、うん、内縄口でクッキングということで、はいはい、まあ、いろいろクッキングを一緒にしながらですね、子どもたちと遊びましょうというところで企画されているということでした。はい、続きましてひよっこですが、王者7地の方ですね、ここはお休みということでいただいております、うん、で、次せせらぎですね、9月14日金曜日、うん、内泊まり公民館です、はいはいはい、10時から行われます。親子で元気で遊ぼうということで企画しているということです。はい、次アンパンマン、9月21日金曜日午前10時から前原区公民館の方で敬老の日のイベントということで、おじいちゃんおばあちゃん招待して一緒に遊びましょうということで企画しているということです。で続きまして松ぼっくり広場、9月19日水曜日午前10時から愛知区公民館でお手玉遊びを企画しています。はい、続きまして、タンポポ、9月28日金曜日10時から長田区公民館で同じくお手玉遊びしております、うん、でワクワク広場、9月19日水曜日、うん、午前10時から野田区公民館でユンタク会ということで企画しております。はい、まあ、詳細に関してはですね、うん、社協のホームページの方を見ていただければ、はい、更新しておりますので、はい、具体的に行きたいサロンの方ですね、確認していただきたいなというふうに思っております。はい、はい、以上4つ、はい、告知終わりましたの で、 そうです、ね、あと実習生と実習の感想を聞きながらどうだったかなというところで行きたいんですが、その前に曲いきますか。あ、曲いきます。はい、そうですね、その方がキレがいいですからね。はい、はい、じゃあ曲紹介を山城さんにお願いします。うん、はい、どうぞ。はい、どうも実習生の山城です。本日実習生、同じ実習生の中本さんと糸の曲を選んだのでお願いします。うん、中島みゆきで、はい、はい、中島みゆきの糸さん、お願いします。ありますありますあります。ああ、そっか。前。前。司会会議の時もお会いしてますし、食事した時も。食事。ああ、そっか。いましたね。なんでかしら。これにかけてから感想が。いつ巡り合えたんだろう。これですね、流れてるんですよ。YouTube に流れてるんですよ。今話してる。本当ですよ。遅いですね。悪口は言わないでください。大塚健二さんの悪口は言わないでください。そうですね。大塚さんの悪口は。大塚健二さん、ちょっと。はい、はい、はい。大丈夫です。2人しか分かってないから。たまにね、来るんですよ。来月も来るって。ああ、そうなんですか。うん、リスナーさんで、ね、埼玉の方なんですけど、わざわざこう遊びに来るんです。あ、全くあれなんですか。外から入ってくる感じの。そうです。一般の方。じゃあ行きますね。さあ、お送りしております。山城さんと、これは、中本さんのリクエスト。はい、中島みゆきの糸、バック、BGM にしながら、はいはい、話を進めていきたいと思いますが、そうですね、今日は、実習生の方々が来ていますが、はい、もう一度じゃあ中本さんから、はい、ね、自己紹介してもらいましょうか。はいはい、ソーシャルワーク専門学校3年の中本美智子と申します。はい、沖縄大学4年の山城健二と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、その前にですね、大塚健二さんからコメント来てますよ。こんにちは、埼玉からツイキャスで見ています。先ほどの子育てサロンに関して、はい、アンパンマン来るのか、お孫さんも来るといいなということで、これアンパンマンが来るわけではないですね。ないですね、あくまでサロンの名称ですね。そうそうそう、アンパンマンという名前ですから、ね、名前ですね、ちょっとあんまり勘違いしないようにしていただきたいですね。はい、さて、そんな大塚健二さん、山城さん貫禄あるなって
ありがとうございます夜間の大学なので、はい、昼間働きながら夜学校行ってます。年は27です。27なんですか。はい、おーもうちょい上と思って。平成3年生まれです。平成3年、はい、平成、はい、あーそっか、昭和おじさんですね昭和おじさんですね。そうなんですよね、僕らね。危ないですね。はい、もうヨギさん同世代ですからねちょっと待ってくださいよ後で否定していいですか、はい、さあ、はい、お二人、ね、この社協に実習、はい、いつからですか。先週の月曜日、うん、9月3日からです。あ、はい、でいつまでいるんですか。今日までです。今日までです。あ、今日までなんだ、はい、そうなんですよ。今日集大成です。集大成、はい、じゃあどうします。社協で学んだことというか学んだこと、うん、聞いていきますか。本当にうちの舞さんがちゃんと教えたかっていうところを、あ、はい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 、ちゃんと確認できる作業でもありますからね、うん、どうでした社協のイメージ。あ、イメージ、社協のイメージは名前がちょっと硬いじゃないですか。硬いですね。漢字がずらって並んでいって、はいはい、私のイメージではネクタイをしてスーツの方が窓口に座っていて、はい、なんかお困りごとないですかっていう感じなのかなっていう、学校の学びでもそんな感じだったんですけど、はいはいはい、実際入ってみると、うん、なんかアットホームな感じで地域を支えている、うん、団体っていうイメージ、うん、今に変わっています。はい、よかった。いいっすね。いいですね。いいイメージ。この感じね。この感じいいっす、うん、そうですね。やっぱりこの、まあ、宜野湾社会福祉協議会での実習だったので、はい、他の社協のからは分からないんですけど、うん、本当もうメリハリがあって、はいはいはい、なんていうかな、笑う時はみんな笑ってるし、うん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 、本当にじゃあいざじゃあ仕事するっていう時は切り替えもちゃんとメリハリがあって、はい、本当にこの、まあ、僕なんか学ぶ側なんですけども、はいはいはい、みんな優しく接してくれて、うん、特にこの本当はこの実習生だから、はい、もっとなんていうのかな、壁があって、うん、本当にあのなんていうんですか、もう学校の延長線上みたいなイメージなんですけど、本当にもう、けどやっぱ宜野湾社会福祉協議会のメンバーは、うん、みんなこの全然担当じゃない人とかも、うん、全然コミュニケーション取ってくれたりとか、からとてもいい環境で実習が終えることができて、本当にもう大満足です。よかったですね。でまた内容も濃ゆく学べたので、内容も濃い、はい、しかも人間関係もいいみたいな。なるほどちなみにその福祉、まあ、系でお二人目指してると思うんですけど、はい、その福祉のこの専門分野で学んだことというか、はい、社協でこの実習の間に何かありますか、はい、気づきとか学んだこと。やっぱこの地域、うん、住民の方とのやっぱりいろいろ同行させてもらったんですけど、はいはいはい、この話し合いだとか、はいはい、ボランティア活動とかもそうだったんですけど、うんうん、やっぱこのコミュニケーションを行う上で、はい、やっぱり会話だけではなくて、うんうん、表情やジェスチャーとか、はい、この身振り手振りもしっかり行わないと、うんうん、通じる人と通じない人がやっぱいるので、はいはいはい、そういった大切、やっぱコミュニケーションの大切さを改めて理解できて、うんうん、やっぱりこのただ傾聴受容することだけじゃなくてしっかり相手のためにやるっていう部分は、もう言葉だけではじゃなくて、もう本当に体を使ってやっていくんだなって本当に思いました、感じました。さすがですね、貫禄が違いますね山城さん、素晴らしい。27です。37、あーごめんなさい中松さんはいかがですか。あ、私はうん、今回の実習で、はい、相談援助技術を自分で学びたいっていう目標があったので、うん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 、その中から社会福祉協議会で、うん、愛育園という発達障害、発達に課題がある子たち の、うんうんうん、保育園に入った時に、はい、私の中では児童と関わる時明るく元気よくっていうのがどっかでモットーみたいのがあったんですけど、発達に課題を抱えてる子は、うん、そういう関わり方じゃなくって、うん、そばにいてその安心感を与えるだけっていう支援も、うん、こういう支援もあるんだって、言葉とか表情とかも大切なんですけど、うん、ただ横にいてあげて大人がいるよっていう安心感っていうのも支援なんだなっていうのを愛育園でものすごく学びました。そういう支援もあるんだ。ですね、はい、すごいですね。私社協そろそろ10年なんですけど、うん、愛育園の保育1回も参加したことないんですよ。いや私が参加すべきですね。あいたたたた
さあ、大塚健二さんから来てます、はい、確かにアットホーム感はすごくあると思います、うん、話しやすい雰囲気がとても好き。あ、そうなんですよ。社協ですね、ギノマン社協、うん、大塚健二さんもいろいろと、まあ、なんていうんですかね、この自治会加入促進のこの特番に参加してくれたり、そうですね、あるいはその社協の方々とこう一緒に、まあ、平たく言えば飲んだりですね、はいはい、してるんですよ。だからその辺がすごくわかると思います。うん、で、そんな大塚健二さん、コミュニケーション能力はすごいですよねって来てます。そうですね、うん、社協の若い方々もね、コミュニケーション能力すごいですよね。あ、もう落ち着いてみんな、うん、そうそうそう、自分より先輩と思ってましたから、みんな年齢もそれは本当す失礼だと。そんぐらいかっこいいんですよ。そうそうそういう意味ですね。仕事する上では。なるほどね。喋ったら若い感じは出るんですけど。うん、あ、仕事すると。仕事の時はもうキリってもう。そっか。どうですか、ゆきさん。どうですかね。私たちがそれはね、教えるってことではないんですけど、守ってる力っていうのもあるんですけどね。逆にそう。なんていうんですか、こう地域の方々が私たちを育てていただいてるっていう。あ、でもそれね、赤嶺さん、前さんもおっしゃってましたね、はい、ですよね、うん、とっても地域にあれされてる、で新人もいろいろと気使って育ててくれるっていう、ね、うん、なので逆に地域の方々から学ばさせてもらって、コミュニケーション能力がすごく高くなっていったりとか、うん、まあ、傾聴できるこの環境ができたりだとかっていうところで、はいはいはい、もう私たちはどっちかといえば地域の方々にっていうところが大きいのかなって、うん、まあ、その関係性築いてきたのもね、お互いっていうか、まあ、社協の力でもありますからね。そうですね、うん、素晴らしいと思いますが、はい、それではちょっとお二人にこの先の目標というか、はい、そうですね、うん、そういったことを聞いていきたいなと思うんですが、うん、どうします、中本さんからいきますか。この先の目標ですか、うん、まあ、夢というか、あ、はい、はい、あの目標はないんですけど、うん、今できることをしっかり一つずつこなしていこうっていうのがあって、うん、はい、あの目標はまだまだ、あの、すみません、決まってないですね。今できることを毎日一日、うん、うん、はい、積み重ねていったら、うん、はい、その目標につながってるんじゃないかなの。今はまだ途中です。ああ、途中、はい、途中です。なるほど、はい、それも含めて途中ということで、はい、勉強中、素晴らしい、はい、うん、山城さん、はい、ま、目標というか、やっぱり福祉にこれからも携われていける、うん、ま、仕事ができればいいかなっていう思いがあって、うん、やっぱそのためには今本当に、ま、夜間で大学も行って学んで、今日みたいに実習も、ま、無事終わるんですけど、ま、そういう経験とか、うん、知識で学んだことを全部、例えばじゃあ自分が本当に福祉に携われない仕事に就いた時とかも、はい、そういうのも全部自分の経験の人生の糧にしていけたらっていう思います、うん、決意です。なるほど、うん、素晴らしい。そうですね、うん、ここで経験したことって絶対どこかで活かせると思いますし、うんうん、私たちもそれも込めて一緒に実習参加させていただいてるのかなと思ってるので、はい、皆さんがそれぞれいいように羽ばたいていただいたら、うん、この8日間の実習ってすごく良かったのかな、はい、でまたこれから新たな目標を見つけながらですね、で自分の逆に課題も見つかったと思うので、うん、そこも、はい、残りの期間を勉強していただきながら頑張ってもらえたらいいなって思いますね、はい、はい、頑張ります。頑張ってください、はい、はい、頑張りますじゃあですね、もうお時間となってきましたが、はい、そうですね、どうします、ヨギさんの印象聞きますか。あ、いいですよ、どうぞ。どうですか、ヨギさん。ヨギさん2日くらいしか接点なかったですよね、はい、ただ熱い男っていうのは感じましたね。あ、でしょ、熱いっすよね。だからよかった職員の方はどう思ってるのかなって聞きたいですね逆に熱すぎる、熱すぎる、熱すぎる。あ、まあ確かに熱すぎるかもしれないですね、うんうんうん、やっぱこそぐらい情熱あってる方が、うん、今やっぱそういう人間が少ないんで周りに、うん、だからそういう熱い人は大事だと思います。山城さんもちょっと熱い感じするから ね、お互い合うんじゃないですかね。そう思いますよ。僕はまだ青い炎なんであもう余儀さんは真っ赤な炎なんで止まらないです。いいですねいいキャラクターしてますね。27じゃないと思うんだけどな、はい、大塚健二さん、ほんの知識だけじゃなく現場経験できたのは必ずいい経験になると思います。ファイトって来てますね、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、さあ
お時間となってきましたが、与儀さん、中本さんに最後私の印象を聞いて。あ、そうですね、与儀さんは朝がすごく早いんですよ、はい、なので私いつもギリギリ派なので、うん、見習いたい先輩になると思います。同じ職場だったら朝早いってすごいですよね、はい、うん、時間多分一番しかも先輩が朝一来るってすごくないですか、うん、30分ぐらいですけどね。いやでもすごいと思う。本当ですか、うん、車の点検してるんですよ。見習います。すごいね、はい、白馬係長と一緒に、うん、あ、素晴らしいですね、はい、まあこういうね先輩がいるからやっぱり後輩たちも育っていくという、そうです、はい、いい循環ができてる宜野湾社協ということで、はい、そうですね、またよろしいでしょうか。はい、お二人には、うん、できれば福祉業界にまた勤めていただいて ね、では本音はありますので、はい、またこの番組にね出てもらってみたいな、ね、はい、また別の形で、はい、帰ってきます、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お時間も迫ってまいりましたので、はい、じゃあ、ま、せーので、はい、せーのさよならでいきましょうね。あ、はいはい、はい、せーのさよなら、さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。